はい、今回は、井山さん対、陳さんですね、はい、の対局を見ていきたいと思います。はい、高級リーグのね、一つ下のクラスの、リーグ戦ですね。はい、それでは見ていきたいと思います。井山さんの白番です。はい、3-3ですね。これはまあどちらからね、押さえても一局ですね。はい、はい、ここで手を抜いてこちらにね、打たれましたね。まあ、すぐに付け越していくのもあるような気がするんですけど、これはこういうような感じになって、ちょっとあれなんですかね、今は厳しいのかな、こんな感じで打たれても。このように打って、こう打たれましたね。この形はね、手順が難しいですけどね、こういうような形からね、こうなれば切れるっていうのがね、一応狙いになりますが、まあ、手順が難しいのでね、こうぴったり決まらない可能性もありますよね。ここにかけるんですね。ちょっと意外な一着ですけど。かけからまた肩と。結構斬新な打ち方ですね。まあ、これはまあ一応ね、まあすぐに逃げ出さないでもね、まあ、逃げ出す変化を見てこちらに打たれましたね。やっぱりすぐ動き出しましたね。まあ、黒はね、ここ徹底的にね、もう4隅取って、地をね、確保しています。そうですね。もうね、地確保してるんで、この石をね、助けないでね、もう中央を消すような打ち方もね、あるのかなと思いましたが、もう徹底的にね、こういうような感じで、例えばこうやってね、地を稼ぐとか、そういう打ち方もね、目につくとこですけど、もう直接行きましたね。まあ、白は、こちらに持たれて、まあ、相当ね、やっぱり攻めの戦果を上げたいところですよね、白としては。なるほど、こうやって、これは結構、二段丸に対してね、こちらに打ったのは良さそうな手で、これどうなりますかね。これで一応大丈夫ですか、白は。黒の方はやっぱり負担が大きいですね。これ取られてしまうとね、大変なので。こうになって、出て、どちらがコウ材がね、多いですかね、これは。黒はどこ、白はね、どこか2手連打できればと思ってると思います。ここを2手連打しましたね。こうなって、ここ太いですね。これ、このまま地になれば。黒も白も別にね、ここを地を稼いでますんで、そんなに損してないと。これは逆寄せでね。ここを解消して、黒はここ勝負手ですけど、ここでね、とてもちょっと生きないということで、投了となりました。やっぱ攻めがね、厳しかったですね。ここ二段バネして。もたれ攻めでね、大変に、黒がね、大変になった感じがしましたんでね、まあ、助けたのがね、どうだったのか、難しいところでしたね。ということで、この辺りで、それでは、終わりにしたいと思います。
はい、それでは失礼します。